おはようございます。ビットコインニュースでございます。まあトランプ元大統領がビットコインカンファレンスに、まあ、登壇されまして様々大きな発言をされております、えー。まずですね、ビットコインなんですけども、6万9千ドル台に上値を伸ばしているっていう現実があります。えー、それからですね、えー、ここからがトランプ発言に関わるところなんですけども、ミシガン州公的人金がビットコイン ETF SEC の購入をしましまたよと、民主党議員もゲンスラえ、これがですね、アンチビットコインの排除というところでトランプ大統領の欲するところです。米国証券取引委員会のゲイリー委員長を解任するぞというふうにトランプ大統領言われております。トランプ大統領が就任されますと、まあいろんなね、アルトコインっていうのが証券委員会で えーまあ OK、を出させせるるってことになるかもしれませんね、まあ、そうなると暗号通貨っていうものが証券市場でね、えー、まさに、まあ、いろいろと使われていくのかなつまり買われるってことにつながると思います、えー、またですねルミス議員ケネディ候補がビットコインの政府保有分の不買に加え新規購入を訴えるということでこれが下の方に書いてますビットコインを国家備蓄扱いということで えー、保有したビットコインをね、もう手放さずに売りませんよっていう風な、要するにアメリカがクジラになるってことかなと思いますね。うん。まあそういった形でビットコインのファンを、まあ自分のね、投票行動に集めようとする意図も見え隠れしますし、それからね、ドルに対する不信ですね。これがなかなか面白いと。まあアメリカの大統領がドルに対する不信を持って、これからビットコイン使っていかないと、みたいなね。うん、だから、 ドルで世界を支配していたアメリカが、まさにドルをね、自らこう否定していくという。まあ、つまりアメリカってのは、まあ、ドルがね、アメリカの通貨ではなくて、これ民間が使ってるドルっていう紙幣なんですよね。これをアメリカ政府が使うことによって、その利息をね、そのドルを保有してる人に払い続けるから、税金ってのが、まあなくならないと。まあいわゆるこれがディープステートの寄って立つところですよね。だからそこにまさに、 戦いを挑んでいってくださっているトランプ大統領だからこういうことがあり得るのかなっていうふうに見えるわけなんですよね。まあトランプ大統領就任したらどんなことが起きるのか。うん。まさにニューワールドオーダーになるんじゃないですか。えー、とにかくビットコインに関しましてはいろいろと注目ですよってことになります。えー、そんなとこですかね。はい。ではまた今回は以上です。